たける心を殺すことある。今回の動画は宮城県株式会社大信工業の忍さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。逃れようとするこの俺と突っ走る俺が、憎み合いながら腹の底でひっくり返ってる。干からびた手と手をつなぎ合い、よくもここまで来たものだ。ウォーウォーと負け犬が吠えてる。そろりそろりと月が昇るたびに、当たり前の男に会いたくて、しかめ面したしょっぱい三日月の夜。三谷と申します。あ、よろしくお願いします。皆さんなんて言うんですか。タケちゃんって言うんですか。そうですね、一応令和タケちゃんって言われてるんで、タケちゃんとは言われてるんですけど、インタビューの時みんななんて呼ぶんですか。後藤さんとか呼ぶ。いや、最近名前公表したんですよ、正式に。そう、今現在松戸市内で、千葉県松戸市内で政治活動してて、それの兼ね合いでちょっと名前公表したんですけど。出馬するってことですか。今は言えないんですよ、法律上の兼ね合いで。タケちゃんは今何歳なんですか。私今28です。28歳でYouTuber でもあるんですね。で、そうですね、約3年前から、はい、最初はバンバンタケちゃんっていう名前で、はい、Y バーンズっていうコンビを組んでたんですけど、もともと大分県に住んでて、はい、で今はこっちに上京してきたんで、はい、まあ、必然的にちょっとピンになって、でちょうど言語が変わるタイミングがあったんで、はい、とりあえず言語をつけたらみんな検索に引っかかるだろうっていう理由で令和で、私たけしなんでたけちゃんっていう単純な理由です。でそしたら変えるタイミングを見失って、それが定着したんで、もうこのままいっちゃおう。そういうことなんですね。はい。基本は YouTube がメインなんですけども、なんか他にあるんですか。あ、前は会社員やってたんですよ、はい、コンクリートを見たりとか、はい、ではインフラの点検の仕事をしてたんですけども、はいはい、ちょっと今やってる松戸市の政治活動で、これを鑑みて、ちょっと YouTube 一本シフトして、時間の都合が、融通が効くような状態になって、今 YouTube 一本でやってるんですけど。北朝鮮を救うみたいなのが名刺に書いてありましたけど。ああ、そうですね。今日もミサイル、北朝鮮からミサイル発射されたんですけども、要は拉致被害者、要は北朝鮮当局が、では普通に我々の同じように平和に暮らしている多くの日本人を、もう工作員の手によって拉致をした。要は連れ去りですね、拉致誘拐。なんかそれはいけないことでしょということで、拉致被害者を返しなさいっていう、北朝鮮に対する運動と、まあ、拉致被害者がいるんですよと、国民的な世論として一緒に呼びかけていきましょうと。やっぱり政治家っていうのは国民の声がないと動かない生き物なんで、やっぱり数が多ければ、数の声が大きければ政府も動いてくれるということで、これだけの人が拉致問題関心があるよっていう状態を作りたいんで、拉致問題の啓発っていうのもずっとやっておりました。はい。それはなんかご自身のルーツとかの関係あったりするんですか。そうですね、もともと私の父親も自衛官だったんですけども、その後退職をして、まあ、ちょっと不幸があって、私は高校2年生の時に脳幹梗塞で亡くなってるんですよ、うん、でその亡くなる過程においても、ほんとしょうもない理由なんですけども、喧嘩したんですよ、父と、うん、私の父はぐっとこらえてそのまま就寝したんですけど、私はもう一方的に言って、まあ、わがままやったんですよ。でそれで翌朝起きたら意識がなくて、まあ、救急車呼んだらもうその脳幹梗塞ということで、うん、まあ、3日も持たなかったですね。なんでもう最後の会話が
喧嘩だったっていうので、この拉致っていうのは生きてるのに会えないんですよ、もう国の都合で。こんなむごいことはないだろうっていうので、この問題ちょっと取り組むことになったんですよね。そういう思いがあったんで、ちょっと自分で何かできることないかなと思います。出身なのは、あ、生まれは北海道の上富良野町なんですけども、私の父が自衛官だったんですよ。まあ、定年退職もしたんですけども、で私を産んだのが遅かったんで、年齢的にも、なんで自衛隊の慣習でふるさとに戻すっていう慣習があったんですよ。なので私の父が大分の出身だったんで、そのまま私は1歳の時に大分県に戻ったっていう感じです、父の場合は。なんで私は生まれは北海道だけども、育ったのは大分県っていうことなんです。お母さん何してるんですか？母はタイ人でして、専業主婦をやってたんですけど、今ちょっと会えない状況なんですよね。小学校5年生の時にうつ病になって、で中2の頃に本国に帰ったんですよ。本国で治療しようと、でそこで治療したけども、やっぱなかなか治らないと。だけど高校2年生になって父が亡くなって、父と母が連絡取り合ってたんで、私は連絡手段とか住所も知らないんですよ。まあ、母のうつ病をきっかけに、父がやり取りしてたん でその間に日本国内の病院行ったんですよ。医大病院とか、大きな病院とかでも治らなくて、で、まあ、鬱になったきっかけは、もともと私楠町っていうところに住んでたんですよ。でそこで私の父が自衛隊としての最後の人生を過ごしたんですけども、定年退職した後も私はまだ小学校だったし、で中学校高校とまだあるわけなんで、仕事しないわけにはいかないんで、第二の人生ということで整体院を開くことになって、でそれの兼ね合いで由布市っていうところに引っ越したんですよ、そしたら本当に残念な話なんですけども、海外の方だっていうので偏見持たれたのか、団地の住民の人が外国人だからゴミの分別できないとかいうのを言われたという。でそれもで知らない土地だし、友達もいないしっていうの でそれでもう鬱になっちゃって、逆に引っ越す前の街は結構割とうまく近所づくり、フレンドリーでみんないい人だったんですよね。だから環境が変わっただけでなく、変わった先の住民たちが人間としてどうなのっていう人たちが、まあ一定数いて、それに当たっちゃったっていう、ちょっとした、まあ、大人のいじめみたいなのを。そうです、まあ、当然ゴミの分別もちゃんとやってますし、言われのない、あ、そうです、そうです、外国人だからと、だからよそ者が来たみたいな、本当に偏見だけでそのこと言われちゃってるんですね。そうです。で父も開業したばっかりなんで、やっぱ軌道に乗らないと当然生計も立てられないじゃないですか。だから私も新しい学校に馴染まないといけないと。でそれぞれがね、はい、でもそれはお母さんが様子おかしくなってるなってのは小学生ながら感じてるんですけど、急にバッときたなって思います。いや、そうです、っていうのが私自身もいじめを受けちゃったんですよ。だから当然楠町に住んでる時は男女ともに仲良くして普通の児童というか学校生活を送ってたんですけども、私もその由布市の小学校に転校したら、やっぱりよそ者が来たとか、で私ハーフなんですけど、まあ、母がタイ人なんで、やっぱそういうなんか変わった人を受け入れないっていうか、人と違うものをなんかこう受け入れないのかなと。あともう一つあるのが、その時身長が高かったんです。今は標準だと思うんですけど、小学生ながら多分160ちょっと超えてたと思うんですよ。めちゃくちゃでかいですね。それプラスやっぱちょっと喋り方もちょっと変っていうので、女子からいじめを受けまして、ノートを普通手渡しすると思うんですけど、それをバイキンのようにこう滑り合って、みたいな感じだったりとか、で、あとまあ、隣の席にもう何の因果か分かんないですけど、その子になって、席をこう離させられるとか、で、あとまあ、一般的にはもうみんなで無視しようぜっていうの。それを女子にやられたんで、私の父の教えでは、やっぱ、女の子には手出しちゃいかんぞっていうのを教え込まれてたんで、いやこれ参ったな、どうしたらいいんだろうなと。なんでもうその当時はずっと靴に帰りたいって、私も母も住民からいじめられてたんで、2人ともそんな気持ちになってたんですね。で父はやっぱ新しい事業を始めたばかりなんで、もうそれにも
本当に、ま、あの苦労してて、で母も私もということで、本当になんかその由布市に行ったがゆえに3人ともの人生の歯車がおかしくなったみんな。やお父さんもちょっと病んでる。いや、お父さんは本当に強い人だったんですよ。もうその事業がちょっとまだうまくいかないとか、そういう状態だったり、母が鬱だったり、私がいじめを受けて、もう帰りたい帰りたいって、まあ親からしたらもうちょっと子供のわがままかもしれないんですけど、そういう思いを言っても弱音を吐かず、本当にどうしたらいいんだっていうので、もう毅然と。それでお母さんがタイに帰るっていうのはご自身の判断っていうか、それともあのちょうど母のお父さんが亡くなったんですよ。でそれで母もやっぱ本国で治療した方が治るんじゃねえかっていう2つの観点で戻ることになって、なんで向こうでその母の親御さんの供養をして、で自分自身の治療もやっぱ自分の故郷で療養した方が、まあ、治りが早いんじゃないかなと思ったんですけども、なかなかやっぱ治らなくて、で、まあ、父といつ帰ろうかっていうやり取りをしてる中、父が、まあ、やっぱ一人で私を育ててたわけなんで。でお母さんが鬱っぽいなってなったから、小学5年生からその中2までの期間は竹ちゃんももう病んでるって言ったんですよ。そうですね、私も小学校5年生の時からいじめを受けて。中学校にそれは持ち越すんですか、それとも中学校に上がったらちょっとそれはなんかうまく。いや、やっぱ若干その名残はあるんですよね。メンバーも女の子もそういますし、男の方ともトラブルが起きてたんですよ、小学校の時に。要は物を盗まれるとか、まあ嘘をつかれみたいな。どんな嘘つかれ。そうです、俺転校するからゲームソフト買ってくれよみたいな。あ、選別として。はい、その人も転勤族で、その男の子が、だからお前の気持ちわかるよって、馴染めないよなつって、そしたらあいつ嘘ついたら買ってくれるぞっていうのを聞いて、ブランドに呼び出してボコボコにしたっていう。どっちが。私が。相手男だったんで。そしたらもう女子からも教員から出てきて、私を鬼の形相で見て、あたかも私は悪者のように。だからちょっと私もやっぱ参っちゃったんですよね。これは男がやる行為だったら多分こんなことなってないんですよ。不登校とかにならないんですね、別に。あ、そうですね、まあ、不登校になったらなんだろう、こっちの負けかなと思って、いつか仕返ししてやろうって思ってたんですよ。その物理的じゃなくて、何かしらね、こいつらよりもいい生活してやると、成功してやるっていう思いはあったんですよ。高校生の時は亡くなるんですか。高校2年生の時にちょうど12月ですね。そうなるとお父さんお母さんもいないじゃないですか。はい。どこで暮らすんですか。一人暮らししてました、高3の時は。そのお金はどうしたの。まあ、父が残してくれたお金を切り崩しと、あとはあれですね、その生活保護を受給しまして。あ、そっか、そうなるんですね。高校生の一人暮らしだと。そうです、なんで、まあ、そういう、もう 国っていうか行政からの支援金か施設に入るかっていう選択肢だと思うんで。そうか、それでもう高3だしなみたいなことですか。はい、今さら施設入ってもみたいなことですもんね。18位でどうせ出るしなって。なんでもう自分のことはやるくりしようと思って、よくなんか犯人とかがいそうなアパートあるじゃないですか、2階建ての。はいはいはい、ああいうところちょっと知り合いに紹介してもらって、そこでちょっと節約しながら1年間過ごして。高校2年生でも家族はほぼいないみたいな感じだったんですか。そうですね、なんでもう本当もう自分と、あとまあ教員と友達とっていうので、なんとか。それじゃあ生活保護を受けながら高校終わったらどうなんですか。あ、自衛隊に入隊しまして。あ、やっぱお父さんがやってたからっていう。あ、そうですね、まあ、父の憧れプラスやっぱこの国を守りたいっていう思いがあったんですよ。へえ、それ どこからどんな思いですか。そう、あ、これいじめ問題が大きな理由があるんですけども、うん、女の子からまあ無視をされたり、バイキン扱いされたりとか、うん、もう精神的に病んだんですけども、うん、こう最初はかつての日本みたいになればいいやと思ったんですよ、うん、要は軍人になったらこいつらを棍棒とかでボコボコ叩けるんじゃねえかっていうすごい極端な発想を持ってたんですよ。もうちょっと怖い方向の発想ですね。もう世の中みんななくな、どっか吹っ飛んでしまえみたいな、本当にもう病んだ
思考を持ってたんですよ。だけども歴史を紐解くと好みを犠牲にして愛する人を守ってくれたとか特攻隊とか、あとは植民地だったじゃないですか、東南アジアとか、それを解放して自分の好みを犠牲にしてまで戦ったっていうのに気づいて、あ、日本って そういう国だったんだと思って、で蓋を開けたらそのいじめがあったりとか、日本をなんか侮蔑的に言う人たちとかいたり、まあ、要は自分のことしか考えない人とか今5万といるじゃないですか。だからいやこんな国にしたらいかんっていうのと、こんな要は今生きてる人がむちゃくちゃにしたらいかんっていうことで、やっぱこの国を守るっていうことはやっぱ国防なのかなって私は思ったんですよ最初。何で思ったんですか？本とか読んでそういうことは、そうですね、最初はもう本当歪んだもうテロリストじゃないんですけども、ふざけんなこの社会この野郎みたいな感じだったんですけども、高文雄さんっていう台湾の方の本とか、あとまあ父がやっぱそういう歴史が好きだったんで、父の話だったり高文雄さんの本だったり、そういった本を読んでいったら、あ、日本ってすごい国なんだっていうのを気づいたんですよ、うん、それで、あ、こんなすごい国を僕たちの代で潰しちゃいかんと思って、逆にそのこんな世の中潰してしまえっていう発想じゃなくて、逆に潰させないと、もっといい方向へ持っていきたいと、国を守るっていうことが人々を守ることになって、なんか不幸な人を生まないことになるのかなって思ったんですよ。そういう経緯で入隊したんだけども、入ってみてどうだったんですか？国を守るって、まあ、直結してるようで意外と別に自衛隊に入ってそんなことが叶うような気もしないというか、しない気もするというか。そうです、やっぱ同じ思いを抱いている人は多いんですよ。やっぱこの国を守りたいとか、諸外国から侵略があった場合やっぱ身を挺して守りたいっていう人は結構多かったんですよ。だけどもいくら自衛隊の人たちが素晴らしい人が多くても仕組みがダメだっていうのに私気づいたんですよ。どこにダメなのか。やっぱり冒頭申し上げたように、やっぱ自分のことしか考えないような国民がやっぱ多すぎると思うんですよ。だからいじめをしたりとか、いじめを隠蔽したりとか、その辺にゴミをポイ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 捨てるとか、もうそういうやっぱり自分のことしか考えない、で、まあ、国のことや社会のことも考えない、人のことを考えないっていう人があまりにも多いんで、もう政治で変えるしかないなって私は思ったんです。それで政治を志す決意を持ったんですけども、地盤も看板も何もないんで、どうしたらいいかなと思って、普通に街頭で一人で活動するようになったんですよ。まあ、拉致被害者の救出運動は父が亡くなった直後から実はやってたんですよ、高校3年生の時から。だけど自衛隊っていうのは政治活動ダメなんで、だから一旦自衛隊に入隊した時は辞めたけども、自衛隊を退官してからもう一度取り組みをしながら自分ができる活動をしていく延長線で、前コンビを組んでた相方っていうのが高校時代の後輩なんですけども、YouTube やらないかっていう誘いを受けて。そうそう、友人と YouTube やる前の政治活動とかってどうやってご飯食べるんですか？あ、ご飯じゃないです、ボランティアです。その時はもう普通に会社員やってたんで。あ、そうだ、休みの日に街頭に立って署名したり、マイクを握って演説したりとか。そこから会社員になるんですね。はい、それは21ぐらいになるんですか？そうですね、21から。それは何として演説してるんですか？そうです、演説はもう拉致がメインですね。大分県でその時はやってたんで。大分には拉致被害者の責任ですか？拉致被害者の救う会っていうのがあるんですよ。被害者家族は今現段階では確認されてないと思うんですけども、特定失踪者は確かいたはずなんですよ。特定失踪者っていうのが800人以上まだいるんですよ。だから一人の人間が何も悪いことしてないのに、その北朝鮮の都合によって拉致されてますよと、これでいいんでしょうかっていう問題提起を全国でやってるんですよ。で、YouTube 始めて、で最初はバンバンタケちゃんっていうのでやってたんですけども、それはどんなコンセプトがあったんですか？いや、もう全然街頭演説とかも上げてたんですけども、本当探り探りで、よくある YouTuber の子たちがやる検証動画とか、一般の人を巻き込んだ、まあ、インタビュー系っていうか、そういうのをやってたんですけども、前勤めてた会社のきっかけでこっちに出向することになったんですよ。東京行かないかと、行こうかなと決意して、で出向して、で東京で、まあ、仕事と YouTube 活動と両輪でやってたんですけども、その過程でとある政党の人が
選挙違反してたんですよね。自衛隊いらないっていう人たちの政党があるんですけども、完全にアウトの慈善活動してたんですよ。でそれをとっ捕まえて注意をしたら、それがバズったんですよね。まあ、いずれは今のその政治っていうか社会問題のチャンネルにシフトしたかったんですけども、いきなりやっても誰も見てくれないっていうのをしてたんで、だけど全然やっぱ誰も見てもらえないわけなんですよ。やっぱ面白くないっていうか硬いとか。だけどもそのタイミングで一気に私のことをまずその第一段階で知るきっかけができたんですよ。それで、あ、じゃあこのタイミングだなと、もう一般の YouTuber がやってるようなことはもう徐々に減らしていって、本来やりたかった社会問題や政治問題にシフトしていこうかなと思って軌道修正したんですよ。そこから始まって現在の令和たけちゃんっていうのがいる感じなんですよ。でもそれは一個が忘れるじゃないですか。はい。そのあともそういうことをやり続けるってことは。あ、そうですね。似たような、例えば池袋暴走事故の被告人のところに行って、ちゃんと罪を認めなさいと、もうアクセルとブレーキ踏み間違えただけでしょと言い訳しちゃいけませんよっていうふうに、まあ、抗議プラス取材活動させてもらったりとか、あと、まあ、北海道旭川市のいじめの隠蔽問題、これに大きくコミットさせてもらって、多くの人に、まあ、私っていうのも知ってもらえたし、この問題も知ってもらえたということで、そういうポイントポイントで私っていう人物をフォーカスして見てもらえるっていう時期はありました。ちなみに一番再生数というか聴取が伸びたタイミングはどれだったんですか。今26万なんですけども、一番大きく皆さんにご賛同を得て、まあ、登録してもらえただろうっていうのは、やっぱり北海道旭川市のいじめ問題を取り組んでからだと。その時は14万だったんです。現地に行って発信してました。まあ、ネット上でもちらほらはあったんです。書き込みだったり投稿だったり、でこんなことは本当だったらやばいなっていうのはちょっと記憶の片隅にあったんです。だけど文春さんでバチッと詳細に記事が出て、で学校まで分かっちゃったんですよ。で誰が何をやったっていう、でこれはひどいなと思って、北海道の方に行ったんです。そしたら講義をしたりとか演説をしたりとか、いろいろ取り組みをさせてもらったんですけども、多くの賛同を得てフォーカスして注目してもらった。あ、そうです。学校教育委員会、あと当時の校長の天倉井咲とか、本当にひどいのがいじめの実態が地元紙で暴露されたんですよね、旭川。 そしたら当時の校長が言われない誹謗中傷だと、いじめがあったっていうことを否定するプリントを PTA 会長の名前と連名で配ったんですよ。校長先生が言うんだったらっていうので、もう他の議員だったり他の人もあんまり問題しなかったんですよ。だけども今回第三者委員会の発表もあって最終報告も出たんですけども、いじめの事実は認定されたんですよね。で学校と市教委の対応も不適切だったっていうのも認定されて、だから嘘をついたわけなんですよ。でいじめの内容がやっぱひどいのが、川に要はもうそういう、まあ、性的な画像、いじめの過程で性的な行為を強要して、それをまあ映像に収めたり写真を撮ったり加害生徒がやったわけなんですけども、それを被害者が消してほしいって、まあ、言うじゃないですか。そしたら飛び込みようみたいな感じで言って、じゃあ私死ぬからねって言って、お前どうせ口だけだろって加害生徒が言って、それでも本当だからって本気だからって言って川に、まあ、流水したっていうの入って、まあだからもう冬の子になるだから本当恐ろしいんですよ。だからよく川に入っただけだろうっていうことをおっしゃる人はいるんですけども、違うんですよ。本当重大なことなんですよ、命に関わることは。だからそれを加害者たちが面白いって携帯で撮ったり映像で撮ったりとかして、で近隣住民を見てたんですよ。だけどもそれはなぜかいじめに当たらないっていう当時の学校の見解があって、でその少女はその時に学校に電話かけてるんですよ。死にたいです。それで当然そんな電話があったわけですから、学校から職員が飛んでくるじゃないですか。でずぶ濡れになって泣き崩れてるんですよ、川の中で。そしたらその光景を見て、加害生徒は本当はいい子なんです、悪ふざけが過ぎただけですと言ったと、またこれも報道で出てるんですけども、だからこれもなんでそういうことになったのかっていう説明を教育委員会がフィルターになって言うんじゃなくて、
当事者である学校が言わないといけないんですよ。国政中学校の教員たちが来て、いじめの認知に至らないという結果になったんです。これをうやむやにしてはいかん、二度とこういう不幸な思いをさせたくないっていうので、旭川の問題を再発防止のモデルにしたいなっていう思いがあったんで、ずっと去年の4月から今日までで、そうですね、25回旭川に、今はあったってことが認められて教育長が引責辞任して、だけども亡くなった経緯といじめとの相関性は不明ってなったんです。誰がどう見てもいじめが原因でしょうっていう状況はあるんです。だけどもそれが分かんないで、あと学校内のことは記載されてなかったんです。いじめはできるだけ学校への責任を軽減するような内容が見受けられて、だからそれは当然遺族も納得しないし、全てが明らかになった内容じゃないんで、今の当時の市長と変わったんですよ実は。で、新しい市長はこのいじめ問題は大変な問題だと意欲を示す方が新しくなられたんです。なので再調査の意思を示して、まあ、これから予算だったりスケジュールの策定に入るっていう段階なんですけど、いじめあったは認めました。で、市教委と学校の当時の対応は不適切だったと。で、私は一貫して言いたいのはやっぱり教員関係は暴言吐いてるんですよね、被害者に対して。当時の担任の先生はデートがあるから忙しい、生きてる時の女の子が先生いじめを受けてるんです、助けてほしいですと、もう被害の訴えたにもかかわらずデートがあるから忙しいっていうふうに言ったと報じられてるんですよ。で、これは報道が嘘だったら反論すればいいんですけど、休職して逃げてるんですよ今なお。だからもう本当に卑怯だなと。で、私は本当に腹が立ってるのは教頭先生でして、教頭先生も一人の被害者の未来よりも加害者10人の未来の方が日本のためになる、お母さん分かりますよね、被害者のお母さんに対して発して、で、これも報道ではそういった性的な画像、いじめを受けるにあたってのその画像を警察に持っていこうとしたら自らの携帯で収めようとした、ありえないだろうっていう話で、で、その写真がネットに流出するのは怖いですと親として普通言うじゃないですか。私は怖くはありませんと教頭が言って、で、その教頭はさらに被害者のお母さんが娘からいじめの記憶を消してほしいっていう思いをポロッと口に出したところ、大丈夫ですかと、そんなことできるわけないでしょう、病院に行った方がいいですよって答えて、これは事実であればとんでもない話だなって思うんですよね。それも事実か事実じゃないかも未だに保護者会の前でも、保護者会一回だけ開いたんですよ。だけども新しく赴任してきた校長先生が、あ、この度の報道はですね、ですねっていう、全然概要を知らない人が全部言って、当事者一応最前列に座ってたんですけども、当時の担任と、まあ、今も在籍しているその問題の教頭はずっと下を向いてたんです。で、保護者からなんで先生たちは答えなんですかって言ったら、あ、校長先生、まあっていう感じで、まあ、文春さんが全部録音取って YouTube にも今アップしてるんですけど、先生のいじめをしちゃった同級生というか、あ、そうですね、加害生徒とかもうすでにもうその学校いないし、もうチリチリになってるんですけど、何かしらの罪を償うことを、まあ、本当はそうなんですよ、いいなと思う。少年法の壁でそれができないっていう今弊害が出てるんですよ。私が思いつく限りでは、その未成年の加害者に対してはもうそういったもう法廷闘争しかないのかなって私は思うんですよ。だけど現実論としてすぐに処罰できるのは、いじめを隠蔽したりいじめ問題に向き合わなかった教育委員会と学校だと思うんですよ。で、教育委員会も元校長の圧力があったわけなんです。今それが浮上してて、その北海道教育大学の同窓会があるんですよ、大学ので。そこが北海道においてはすごい力を持ってるって今浮上してまして、六稜会っていうのがあるんですけども、その六稜会の、まあ、先輩だったんですよ、まあ、大学の先輩で、その
元校長が。で、後輩だった教職員に大ごとにするなと圧力加えて、本当だったら弁護士入る予定だったんですよ。その地元紙だったり、そう報じられたそういった状況の段階で。だけども学校に寄り添いましょうっていう風に落ち着いたんですよ、圧力で。要は自分の出世に響くから。だから私も腹が立ってしょうがないんで、天下り先分かっちゃったんで、マイクでこれ当ててこいって言ってやったら、副町長が出てきて、笑いながら対応したりとか、もう自分でどんどん墓穴掘るようなシチュエーションをもう彼らからどんどん提供してもらったんで、もう当然ながらふざけんなって思いがあったんで、そのまま流したんですよ。そしたら大炎上して毎日電話が鳴り止まない状態になって、ゴールデンウィークになっても電話が鳴り止まないんです。当然守衛しかいないんで、私守衛なんで分かりませんっていう感じになって、そしたらもうさすがに町長とか副町長の方も、その天下りをした元校長先生に、もう辞めてもらえませんかっていうことで、一身上の都合で退職した。当然教育問題としても解決しないといけないし、教育現場にメスを入れないといけないけども、少年法、これをやっぱ本当に事実上廃止した方がいいんじゃないかなと思うんです。やっぱ少年法を盾にした、もう本当脅迫犯罪です。もうは、まあ、犯罪として今処理できない現状はあるけども、もう内容は犯罪ですから、本当犯罪なのに犯罪として処理できないっちゅうおかしさをやっぱり私たちはやっぱ感じないといけないと思うんですよ。子供だろうと大人だろうと犯罪は犯罪っていう。で、犯罪として処理をして、しっかりと罪を償わせることこそが公正だと思うんですよ。何もなかったことにしてやったらラッキーだぜっていうのは全然反省にならないと思うんですよ。こんだけ騒ぎになっても自首みたいなことはないんですか？実はですね、この前また文春さんでその記事が出たんですけども、まあ言い訳でした、うちの子は悪くないみたいな。まあ、今後も残念ながら同じような事案起きると思うんですよ。起きた時に逃げ得をさせるんではなく、あれ君未成年でも無駄だよっていうような状態にしないといけないと思うんですよね。教員自らが真実を話せば早い話だと思うんですよ。何々くんが何々ちゃんがやってしまった、そして私はこれしてしまったって言えば一番全てが分かりやすいんですけども、全部教育委員会に丸投げなんですよ。で、教育委員会もあれ触れるなよっていうのを圧力受けてるし、で前の第三者委員会も加害者と密接な委員がいたのが発覚したんですよ。だから邪魔してたんですよ、ずっと。まあ、当然もうそれバレてからもう外したんですよ。逃げ続けてる子供たちとかこの先も生きづらいんじゃないかなと思ってしまうんですけど、ね、生きづらいと思いますけども、ろくな大人にならないと思いますよ。まあ、強い言葉で言いますけど、 YouTube とかインターネット上では顔も出てるんですよ、実は加害者の子たちは。まあ、違う子も出てるんでそれは別問題で、違う子、加害者じゃない子が出てるっていうのは本当安直で、それはいけないことなんで、それは別に出てるんですよ。だから学校とか教育委員会隠すから違う人が出たりとかするんですよ。正直に話せばいい。でも本当にやってしまったであろう人も出てはいます。出てます。今になってはその加害者じゃない人の情報はそんなにも流通してないんですけども、もう加害者としてしっかりと、まあ、事実認定っていうかされてる人はもうすでにまだ残ってます。顔写真バーっと、本人なんで反論しようがない。だから触れないのが一番。そういうすいませんって謝れないですね。罪を償いますっていう。ごめんなさいが言えないと、一人の命を奪っていてもやっぱ罪の意識を持ってないんだろうなと。そういう自分のことしか考えないような人を少しでも減らしたいなと。なんで私はやっぱ戦ってる姿を見せて、やっぱりこういう大人もいるんだよっていうのはやっぱ子供たちに見せたいなっていう思いがあるんですよ。生活をしてるのもあって応援してもらってというか。そうですね、普通街頭演説してて涙流されたりとか飲み物いただくっていうのはないんですよね。もう普通街頭演説してたら誰も取り合わないし、取り合ったとしてもうるさいなぐらいなんですよ。それをもう本当握手求められたり、感動してもらったりとか、暑い中本当にありがとうって言って飲み物をいただいたりとか、まずないんですよね。だから本当それぐらいやっぱ多くの人が思っ
ってらっしゃることなんだなと。なので私なりにできることはそういった声を代弁して、少しでもそうしたもう自己中心的な人は恥ずかしいことなんだよっていうのを動画を通してやっぱ伝えられたなと。今はどんな活動があるんですか？今そうですね、大きく取り組んで継続して行っているのは、今冒頭申し上げた旭川市いじめ問題を中心とした全国で起きているいじめの隠蔽問題、なんで隠蔽をするんだ、そしてまあ先日やったのは滋賀県野洲市っていうところで教員が児童をいじめるっていう事案が発生したんです。ありそうですね。なんでそれを追及したりとか、なんでまあ基本的にいじめの問題の問題提起、解決が至るまでの風化防止、周知活動を行っています。で、あとポイ捨て注意だったり路上喫煙注意とゴミ拾いっていう、やはりこうポイ捨てっていうのはやっぱり自己中心的な人がやる典型的な行動パターンの一つやと思うんですよ。ゴミ箱に捨てればいい簡単な話なのにそれができない、なんでそれを注意したいとか、なんでそれが大きいですね。これはまず政治家になるんですか？まあそれのチャレンジする準備をしてるところです。いずれは法律変えるとかってなんかそういうところにまで言われてもならないし。そうですね。なんでいきなり国会っていうのはもう私恐れ多い立場なんで、まず地域から、地域でも要は情報発信して、どこどこ学校どこど中学校で問題が起きてるっていうのはやっぱ情報発信しないといけないと思うんですよ。情報発信をしないで隠して隠して被害者が亡くなっちゃいましたっていう構図がずっとあるんで、それを避けるためにはいち早く情報をシェアして、みんなで考えてみんなで解決に導く、これが一番最善の策だと思うんですよ。まずそれをやると、そしてまず私っていう人物をもっと知ってもらわないと、当然大きなその国っていう枠組みではチャレンジしてもなかなかそれがうまくいかないパターンというのがありますので、まずしっかりと自分の力でまず地方でどれだけ手腕を示せるかっていうのを試して、で今後私という人物を多くの人に見てもらえれば、将来的には国っていうのもやっぱり目指したいなっていう思いはあります。最終的にはおっしゃる通り法律の改正をしないといけないので、それに携われる立ち位置になりたいなと。いじめとちょっとずれちゃうかもしれないですけど、自衛隊の学者に取材した五ノ井さんの人がセクハラを訴えてみたいな、まあ、隠蔽されてたんですよ最初。でもなかったことがされた場合に発信続けてたら不起訴っていうことが間違ったっていうので、幕僚長って一番偉い人、あそうです、今の記者会見に謝ったみたいな、意外となんかちゃんとこんな早く認めてくれるんだ。自衛隊の場合は早いんですよ。要は守ってくれる人がいないんですよ、隠した場合。国会議員も今3名しかいないんですよ、自衛隊出身者で、地方議員でもそんなにいないんですよ。だけど言い方悪いですけど、教員上がりの地方議員と国会議員って結構多いんですよ。だから会長が遅いですか？そうです、圧力です。あんまり触れたくない、触れたら別の方面から圧がかかって面倒くさいことになるから、その教員畑じゃない人たちも追及しないんです、面倒くさいから。でしかも追及しても票にならないからって言って、だから学校っていうのはよく隠されやすいんですよ。まあ、警察もそうなんですけど、一回まあ隠しちゃうパターンもあるけども、隠しきれなくなったり、もう表に出た場合はもう白状しろっていう風になって進めませんでしたっていう風になるんです。やっぱ根幹が違うんですよ。やっぱ自衛隊では軸はやっぱ国防だったりそういうのがあるんで、警察もだと思うんですけど、だから悪い道に一回脱線したとしても元通りになりやすいんです。だけど申し訳ないけど、教員っていうのはその根幹がないんですよ。要は公務員という意識より労働者って彼ら言ってるんですよ。私たちはその奉仕者じゃないと、労働者だと。だからそういった公に対する心っていうのは残念ながらない人が多いんですよね。でも自衛隊や警察っていうのは、副務の先生とかにもあるように、国民のため、市民のため、国のため、社会のために尽くしなさいっていうふうにもう叩き込まれてるんで、
本でも教員にそういうとこ全くいないってことはないと思うんですけど、ああまあなんですけど、ね、全体的な作用としてそういったことから国を変えたいなってのが今の思いですね。あのゆくゆくはなんでやっぱあの順番前後して本当に申し訳ないんですけど、女の子がいじめを受けたり、まあ男が調子乗って物を盗んだりとか騙したりとかあって、まあ私はボコボコにしたとかいういろんなストーリーはあるんですけども、その女の子からのいじめを受けた時に担任の先生に相談したんですよね。いじめを受けてますと。そしたら君の勘違いだ、でこれで終わって、女の子グループでこう 無視するようにとか、そういう実態があるのに君の勘違いだで、ちゃんと調査しない。だからもう同じ思いをしてほしくないんですよね、子供たちに。旭川でこういうこと起きちゃったんで、そういうことになっちゃ本当にいけないんで、当然やった本人も悪いけども、いじめの実態がありながら対処しない、むしろ隠蔽するっていうのをやっぱ避けないといけないと思うんです。もう将来的にはいじめが起きたらきちんと学校や地域社会、警察とかと連携して隠さず、みんなでどうやったらこの問題解決するかっていうシェアするような枠組みを作りたいなと。まず隠させない、これが第一です。いじめっていうのは絶対起きるんで、人間なんで。だからいじめが起きた時にどうしようか。なんでいじめをゼロにしようと、要はゼロ対策をするからそもそもおかしいんですよ。やっぱいじめっていうのは起きたらダメだっていう前提に立つんで、隠そう隠そう、数字はゼロです問題なしと、そこじゃないんですよね。もう起きる前提で、起きた時にどう対処するか。で学校だけで対応できないんだったら、まあ、いじめ防止対策推進法にもしっかり書いてるんですけども、関係機関、地域社会と連携しって文言あるんですよ。なんで関係機関、警察とか教育委員会もそうですけども、まあ、地域社会とも連携して学校だけで抱えないようにする、で隠させない、これが第一だと思います。でみんなで、なんでいじめをしちゃいけないんだ、なんでこういうことをしたんだ、これ悪いよね、じゃあ謝ろうねという枠組みを作ることが、いじめによって人生が狂わされる人、そして、まあ、亡くなる人を少しでも減らせるんじゃないかなと。皆さんにも当事者意識で考えてほしいんですよね。要は教員がひどいんだ、いじめは許されないんだって言ってもやっぱピンとこない方いらっしゃると思うんで、自分の娘息子が同じ目にあったらどうだろう、動画を見てる子供たちの皆さんもいらっしゃったら、自分が当事者だったらどうしよう、加害者だったらどうしよう、被害者だったらどうしようっていうのも考えてほしいんですよ。ありがとうございます。はい、いえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼します。子供たちを救いたい、これだけなんです。子供たちの命を守らなきゃいけません。皆さん分かりますよね。子供たちの命を守らなきゃいけません。それは我々大人の役割なんです。これ以上子供たちを傷つけないでほしい。いじめによって、大人の隠蔽によって、不正によって、可能性のある子供たちを殺すような社会を作りたくない。だからこそ我々は署名に活動し、ただ先生きることは優しさ、気まぐれのさよならをいつでもなかったことにできるよ、生きてさえいればいい。Ah!